どうも、サーフゲームの鬼黒メガネです。1月下旬でございます。福島県はいわき市、新米湖サーフ、今回もやってまいりました。やっぱりだんだん厳しくなってるのかなっていう感じかな。でも、ちょっとどんなもんなのかっていうことで、様子見にやってまいりました。行きますか。強いんだよな。この後ちょっと弱くなるっていう予報なんだけど、まずはヘンチマン 40g、 マットピンクで様子に。人全然いないんだけど、あんだけクソ混んでたのに。潮の流れ早いよな。ガラガラ、嘘みたい。ちょっと前まで駐車場満車で、入るとこない、どうしようどうしようって騒いでたのに、今5時半、ガラガラ。釣れてないのかな、あんまり。期待しちゃうぜ。ウェイトがいる。ウェイトがいる。ああ、どうしよう。ボディ小さくした方がいいのかな。ジグパラとか、オフウェイトに変えようかな。ジグパラの赤金いってみる？あえてちっちゃく、マッチザベイトっていうことで。もうだいぶ明るいですよ。とてもおかしくない。で、これぐらいの明るさなんだけど、全然人いない。ガラガラ。本来こんなもんなんだよね。冬のサーフって。おい、ガーガラ。あそこに遠くに一人いるぐらいだよ。ガラガラ。これが本来の冬のサーフなんですよ。だからどれだけブームに乗っかってる人がいるかってことだよね。自分の
自分の中のマイブームでやってるんじゃなくて、なんかそういう一時のね、人のブームに乗っかってるっていうだけなんだよね。なんか悪口っぽくなっちゃうけどさ、結局そんなもんよ。あれ、鳥山出てきたな。クソ遠いな。めちゃくちゃ遠くに鳥山が。やってる。鳥が旋回してる。あれはこっち来ねえな。今7時40分。何にもない。悲しくなってきちゃった。いいか、この辺で釣れる気がしない。駐車場向こうなんだけど、ちょっと帰り道やっていこうか。隣に人いるけど釣ってないな。今日誰も釣ってないんじゃないか。厳しい戦いですね。ということで、もう完全に日が昇ってるんで、ジグパラのシルバちょこっとやって帰りますか。なんかね、当たりがあれば粘ろうっていう気にもなるんだけど、何もないな。8時半ぐらいかな今。いいでしょ。この辺にしますかね。終わり。はい、ということでいかがでしたでしょうかね。一回ちょっとコツンと何かが当たったぐらいで、あと手応え何にもない。いや、釣り人が少なかったね。劇的に少なかった。あ、やっぱりそんなに上がってないんだろうね。寒いのを我慢して粘っても報われないからやる人がいないのかな。あんなに人いたのにね、宮城県のサーフみたいにブワーッと人がいたのに、もう全然いなかったし、今日来てた人誰も釣ってなかったんじゃないかな。周りの人釣ってないし、それから帰り際釣り人の様子見てたけど、誰もプール作ってなかったね。多分誰も釣ってなかったんじゃないかな。鳥山もナブラも何にもなかった、そうですね。もう本当にいよいよ終わりが近づいてるのかななんて思いましたね。ということで、多分もうやらないかな、サーフゲームは。多分もうやらないかな、今日の感じだとね。あとちょっとまた5月ぐらいになるまでこう違う釣りをね、やってみたいと思います。は
はい、というわけでお疲れ様でした。きつかった。